召し合わせの取り付けについてご紹介します。四方枠の 0.5 間幅および直付けレールの 0.5 間幅以外は召し合わせを取り付けます。取り付け位置の目安は扉の高さのおよそ2分の1です。召し合わせ取り付けの際は下穴を開けた上でネジ止めするようにしてください。ネジ固定後、召し合わせの取り付け状態を確認してください。召し合わせは扉を開閉したときに上横枠から最大25ミリ内側にはみ出します。クローゼット内の棚板、中仕切りは召し合わせと干渉しない位置に取り付けてください。ノンシタレールの場合をご紹介します。ノンシタレール2スパンの場合、扉の中央部と下場の2箇所に取り付けてください。扉下場は下穴を開けてから扉下場と部品下場を合わせて取り付けてください。ノンシタレール1スパンの場合、釣り元をご確認の上、専用の召し合わせを取り付けてください。